小論の時間やで。小論文のポイント。略して。肉まー。ーいいや、そんなこと小論ポイント。今回もいくで。まあ、なんでこのぬいぐるみなんかは、こう、まだ、いだ謎やけどな。先生、絶対に気づいてますよね。ほな、今回のポイントは割合や。小論の見た目がよう見えるように。割合って。 すっきり見せるには割合ってめっちゃ大切やねん。おう、ほな、その割合で。本日のシャランパインと。1対3対3対1の比率でゴーいや。1対3対3対1対5ですね。違う違う。ゴーゴー違うから。ゴー違うから。なんかその最後に変なんつけんといて。ほんでその内訳は、こう、意見のまとめ。理由、必殺技、もう一回まとめ。いや。こうすることで、文章をダラダラ書いてタイムオーバーとか、 言いたいこと、言えんと終わったりするとか、あと、ラストがものすごく余りまくって困りましたーっていうことがないね。まあ、あのー、先生の中には、7でいろいろな話して、3でひっくり返すっていう、まさにこの小説タイプを押すっていう人もおるんやけど、7対3言うたら、おっさんやで。おっさんのやばったさがいいのか、初恋のあの子の後ろ姿がいいんか言うたら、もうこっちの方が繊細で素敵やん。1対3対3対1。 素敵やんせやから目安としては400文字やったら5015015050つまり最初と最後の3行はまとめに使ってあとは真ん中で区切るっちゅう感じやな600やと7522522575 75ってなるからまあ4行4行でまとめってなる感じ800だとこうなるわこの比率っていうのはむっちゃ重要で例えばこう意見が長いと心をつかむ必殺技っていうのがどうしてもこう弱くなって聞きにくくなるし かと言うても必殺技っていうのはまず相手が受け止めてくれんと食らわへんからなあるやんそういうのテレビで「はぁ!」って出しても「避けたらえ,え!」ってなるからすっげえパワー出し切ってもうやられちゃうってなるしだから必ずそういう必殺技を出す前言うたら「お前はこれで終わりだ!」とか「お前にこれが止められるか!」とか「避けたら地球が吹っ飛ぶぞ!」って教えて打つやんかもうそんな言われたら「何は!」言うてガッツ受け止めたわーってなるから それで、相手は必殺技を喰らうことになる。小論も同じや。これまさにこの必殺技を受けさせたろういうこれが大事やねん。相手は反対意見の人ってことで書いてるから、もしここ短かったら、こう読む側受け止めようってなんないもん。どうせあなたの意見と私の意見は違うもんねーって言ってからの必殺技やから、もう相手思いっきり受け止める気になおて聞かないんや。かといって、そこ大事やー言うて、ここにあんまり気合い入れすぎとったら、結局必殺技が弱いと、本当に跳ね返されてまうからな。 せやからほなまとめの小論ポイント比率は初恋の1対3対3対 1! とやわかったかできたら次どうやったら書けるようになるのかっていうのをもう次回のアニメから教えていくからなさあこっからが小論書くの苦手やって思ってる人たちの店やでどんな人でもよう書きやすくなる方法っていうのを教えるからなじゃまた次回